エドワード・グランビル・ブラウン1862から1926エドワード・グランビル・ブラウンは、イギリスの東洋学者、イラン学者、E.G. ブラウンとイニシャル付きで研究されることが多い。他の西洋の研究者たちがほとんど行ったことのない地域について、数多くの論文や書籍を発表した。多くはペルシアに関連しており、当該地域の歴史と文学の両方の分野にわたる。 とりわけ有名なのが、バビ教の諸運動についての記録と、実際に見聞きしたことの報告である。この報告は、第二帝世紀フランスの外交官、アルティウルド・ゴビノーにより、ヨーロッパに中継された。また、バビ教の歴史に関する書物の翻訳を二つ出版し、初期、バビ教とバハイ教の歴史について、西洋の視点から説明を加えたものも、いくつか出版した。 エドワード・グラン・ビル・ブラウンは、1862年2月7日に、イングランドのグロスターシャーで、造船事業を営む裕福な家庭に生まれた。父の名前は、サー・ベンジャミン・チャップマン・ブラウンといい、息子の教育や進度に強い影響を与えた。父・ベンジャミンは息子をプレパラトリースクールに送り、イートン校に通わせた後、最終的にケンブリッジに進学させた。一方で、 E.G. ーーブラウンの中東の事物への関心は1877年に勃発したロット戦争をきっかけとして芽生えた。イギリスでは肩入れする人の少なかったトルコ法に対し当時15歳の少年であった E.G. ーーブラウンはシンパシーを覚えトルコへの興味はすぐにペルシアやアラブにも拡大した。完全な妥協として 工学を学ぶために入学したケンブリッジの大学で E.G. ーーブラウンはエドワード・ヘンリー・パルマーとウィリアム・ライトにアラビア語をエドワード・バイルズ・コーエルにペルシア語を学んだ。しかしながら父のベンジャミンは息子が東洋の言語を学んだところでそれを職業にするのはリスクが高いと主張し息子に医師の資格を取得することを言明した。トライポスと呼ばれる 修士課程修了の年、1882年に医者になるための勉強に耐えたご褒美として、イージー・ブラウンはコンスタンチノープル旅行を父に許される。その後の数年間は医学の勉強を続けながら、トライポスでインドの言語の研究をした。このトライポスは、講座の名前こそインドの言語であったが、実質的にイスラーム世界の言語を扱っていた。 イラン百科事典によると、イージー・ブラウンは、文献学にほとんど興味を持たず、完全に実践主義の人であった。自分で見つけたテキストで独学し、本物の専門家のみならず専門家、もどきのような人物にも教わり、多様なネイティブスピーカーと親しくして、言葉や文化を学んだ。そして、インドを植民地として有し、イランや中東からも多様な人々を引き寄せた。 前世紀の大英帝国には、そのような方法論を可能にする環境が存在した。E.G. ブラウン E.G. ブラウンは、父の期待に応えて1887年に、医師の資格を取得し、お祝いとして、ペルシア旅行を許された。旅行は、1887年から翌1888年の1年間に、及び、実り多いものとなった。E.G. ブラウンは、ケンブリッジに帰国後、 旅行時に体験した出来事を、エイトラベラー、S ナラティブやエイヤーマングザパージアンスに書き記した。1893年に表したペルシア人たちの間で過ごした一年において、ブラウンは共感に富んだ筆地でペルシア社会を発射した。この著作は、没後の語の1926年にも再版され、英語で書かれた気候文学の古典となった。また、 ペルシア文学誌は全4分冊で、それぞれ刊行は1902年、1906年、1920年、1924年と22年がかりで出版された。本書も当該分野における古典的な権威であり続けている。ペルシア語の講師となるためにイングランドに戻る。当時の大英帝国はエジプトやスーダンの行政官僚と、 レバノンの領事行政官僚を要請する必要があった。ブラウンには、そのような人材となり得る若者たちに、生きた東洋の言語を研究するグループをケンブリッジに作り上げることが期待されていた。1902年4月、ケンブリッジ大学のアラビア語講座の教授に選ばれた。なお、ケンブリッジ大学のアラビア語講座の教授には、初代教授の名前を取って、さあ、 トーマス・アダムズ・プロフェッサー・オブ・アラビックという名がついている。私生活においては、フランシス・ヘンリー・ブラックバーン・ダニエルの娘と1906年に結婚し、二人の息子に恵まれた。1926年にケンブリッジで亡くなった。ペルシア人たちもブラウンを今日までよく記憶している。テヘランには彼の名を冠した通りがあり、立像もある。 これらは1979年のイラン革命の後にも残った。E.G. ーーブラウン彼自身はバハイ教徒ではなくむしろ東洋学者であった。ブラウンはスーフィズムに関する資料を探している時にアルティウルド・ゴビノーが書いた一冊の本に出会い、これを読むことによってバビ教の小運動への興味が掻き立てられた。ブラウンはアブドル・バーハが書いた歴史書。 旅人の話に大規模な序文と注釈をつけて翻訳した。また、バブこと聖イエドアリー・ムハンマドの後継者問題について、バビ教徒らが議論を戦わせてきた歴史、正統観に魅了された。その中には、バハオラ派に関する議論も含まれる。バハオラ派から発展した後のバハイ教の信徒の著作においては、バブよりもバハオラの重要性が大きく強調される。一方で、 ミールザーやフヤーに対しては批判的である。E.G. ーーブラウンやドコビノは、すぶヒアザルがバブの後継者になると考えていた。オンラインテキスト、ありがとうございます。